そんなリボビタンデアノいますよ。女見リボビタンデアノ、お酒飲んでも変わらないって。そうですね、変わらないです。なんか炭酸いっぱい飲んだら太るイメージがある、コーラとかさ、その炭酸毎日飲んでますが太らない。確かに、まあ人によるんか。赤くならないですね。ね、なんか甘い炭酸めっちゃ太るイメージがあるから。ラムネ好きですよ。でメロンソーダも飲むんですよね。嫌いじゃなくてあんま飲まないだけで、カラオケとか行ったら炭酸飲みたい。メロンソーダ、メロンソーダ、まあ苦手じゃないんですよね、あんま飲まないって感じ。めっちゃ運動した後、夏のめっちゃ運動した後になんかめっちゃ炭酸飲みたくなることとかがある。そういう時は全然買うけど、そういうのがない限りは飲みたくならないから飲まないだけ。全然飲める、飲みたくならないって感じ。運動した後は炭酸飲みたくなる。たまにね飲むときはあります。ゼロコーラ、へえ、コーラ飲むんだ。そろそろチョコボール食べようかな、せっかく冷凍したのに溶けてしまう。早くしないと、早く食べないと。ということで、今日混ざったチョコと、今日のチョコボールはいちご味。ということで、チョコボールチャレンジ1日目。え、金そんな簡単に出ないよ。今日のチョコボール。ということで、今日のチョコボール1日目。あげます。で、はい。はい。いません。いませんでした。そんな甘くないですね。おいしい。金もいません。そんな簡単には、結構出るんですけどね。1週間前に1個買って出たからさ、運なんかな。まあさすがにそんな連続では出んか。美味しいチョコボール。こんばんは。まあ私は3ヶ月ぐらい続けようと思ってるので、何味が好き？いちごとキャラメル。
え、銀ちゃんと取ってるかな、どこやったかな、多分捨ててないからあると思う。いちごもナッツ入ってます。甘くて美味しい。いちご、いちごの部分がねめっちゃ甘いの。増量中。いちご。私が行ったコンビニはナッツといちご味2種類だけだったんですけど、両方ともマックスの状態あったの。一つも減ってない状態。箱のマックスの在庫あった。箱ごとね買えばねあれだけど。裏技とかしてないよ。銀のキョロちゃんプレゼント送れないんじゃない？もういらないよ別に。もう一つは明日開けた方がいいです。1日1個しか開けない、ね、多分明日行っても減ってないと思う。今日の夕方在庫マックスで私が1個あって、だからそこのコンビニでは私が1箱買ってしまう、買うかもしれない。箱ごと買ったらさ、箱の中に2個ぐらいは銀ありそうだけどさ、でも逆に2個以外は全部外れじゃん。でも毎日違う店で買うことによってその銀をたくさん引き当てたらもっと確率あるじゃん、銀が出る。坂道ファンクラブさん、お花ありがとうございます。多分明日も減ってないと思うし、なんやかんやね、そこ行ったら自分で一箱買いそう。でも最近買った、たまたま買った1個が銀出て、これを始めるきっかけになったから。しかも小さい頃からよく当ててたの。多分なんとかなります。3ヶ月ぐらいあったら。何もらえるの？歌うキョロちゃん感。なんか別に欲しい、これがめっちゃ欲しいわけじゃなくて、ただ集めたいだけ、その銀を。うん、無料見た、ありがとうございます。美味しい。ラスト、うん、そう、少なめ量、もう80円ぐらいなんで。
でもこれぐらいだからいいよね。全部食べてもさ罪悪感ないじゃん。全部食べたけど、まあこんぐらいならさ一日摂取していいチョコの量かなぐらいな。美味しいです。箱がかわいい。かわちい。ね、80円ぐらいなので普段メガネかけてないですね。コンタクトです。うまってことで今日のチャレンジ失敗。キョロちゃんチャレンジ失敗。カロリーとか自分見ないんですよね。食べ物を買って見て食べたことがない。139だって。うーん、こんばんは。明日のチャレンジもお楽しみに。キョロチャレ。カロリー気にしないですね。なんか神経質になりそうじゃん、気にしだしたら。お菓子とか、あこれ300、ああみたいな、まあ、このご飯はみたいな。それがストレスになって太りそうだから、私は普通に食べたいものを美味しく食べる。美味しく食べたら太らなそうっていう。なんかね、太りそうって思って食べたら太りそうだから、美味しく食べた方が太らないです。でもなんかテレビでやってたんですよ、なんか美味しいとか言いながら食べたら方がなんか太りづらいみたいな。カロリー、そうそう、金か銀が出たら終わり。銀5枚か金1枚テレビでやってたの。食べる時になんか食レポをしながら食べる人と無言で食べる人だったら、その食べながらなんか美味しいとかやってる人の方が太りづらいらしい。テレビでやってた。朝のサンドイッチマンさんのテレビわかんないけど、え、私夜見たかも。その辺だと彦風呂さんはガリガリ。いや、プライベートで黙って食べてるかもしれないじゃん。いや、プライベートでもよ。だから一人で家でご飯食べる時も、わうまみたいなことを言いながら食べたらいいんです。美味しいみたいな。なるほどって。あなたは黙って食べてますか。でも自分は結構多分喋るタイプなんですよ。その家でデリバリーとかして、美味しい美味しい言ってます。嘘、言ってないと思った。一人でそう、え、美味しかったらなんか美味しいってならん。え、めっちゃ美味しいやんとか一人で言ってますおいしいものを食べてるから。家でだったらさ言わない？なんかおいしいお弁当とかさ食べて、え、おいしいみたいな。おいしいと言わん。いや、言うか。黙ってること。でもこれテレビで言ってたから、私の説じゃないから、テレビでやってたんだから多分根拠ありですよ。私友達とご飯とかメンバーといっても、なんか食べて一言目になんか美味しいみたいなこと言う気する。
家族と行ってもさ美味しいねとか。ね、だから言ってこう。言ってこう言ってこう。うま。え、家で美味しいもの食べたらさ、うまってなるよ。なんじゃこりゃ。家族いませんとか言わない。一人でいいんだよ、一人で、一人で言ったらいいんです。うまってもいいですよ、うま、うまでいい。うまってなるよね。おいしいってその丁寧には言わん。テレビと会話はしないよ、全然。今まで食べたので一番美味しかったもの？難しい、それは。一番は難しい、一番って決めるのは。ここ最近で一番とかならできるけど。今日の一番、今日の一番は、今日のり弁食べたんですけど、昼ご飯に。のり弁になりますかね。メロンまだ。のり弁のちくわ天。衝撃的すぎる。いや、そんな日頃からさ、あの、なんか食べないじゃん、そんな。今日はだって普通にレッスンだったから、弁当買って帰って、そう、弁当しか食べてないです。まあ、ここ1ヶ月とかだったらやっぱハンバーグになりますね。帰省した時に食べに行くご飯が。明太子ついてない。醤油マヨだったね。タルタル。こんばんは。あのハンバーグが美味しい。メロンはこの後食べる。あの包丁で切れるかな、あのさ、白い手が切れないやつ。リピートしてるってなんの。ハンバーグのり弁。あ、でもここ1週間で、あ、のり弁は1回目か。この前食べたのはのり弁プレミアムだから。熟してるから大丈夫そう。そう、ちょっとね、届いた時はカチカチだったけど、ちょっとね、そう、熟してるなーって感じした。ちょっと柔らかいっていうか。そう、金属じゃないやつ。でも切れそうな気する。なんか潰せそう。上に乗ったら潰れるぐらいの柔らかそうだったから切れると思う。今日は明日で食べた方がね、切ったらね、すぐ食べなきゃって思うね。明日の朝。
人間上に乗ったらくるみだって潰せる。確かに何でも潰せるか。スプーンあるある、もちろん。ね、意外とキッチン用品は結構揃ってるんですよ。なんかね、料理してないけど、なんか結構揃ってる。測る系のやつとか、混ぜる系のやつとか、すくう系のやつとか。アイドル以外のライブに行くことありますかって、バンドとかってこと。あー、でもたまに行ったりしますね。近かったりしたら広島とか。広島であったら、時間があったら、当日券とかあったら行こうかなーってなる。ヤスルパンさん、かわいい、ありがとうございます。そう、いろんなアーティストさん来るからね、広島で。当日券があったら、そう、前々から、1ヶ月前からとかチケットは取ったりできないんで、予定わかんないから、当日券があればって感じ。2ヶ月前ぐらいに椎名林檎さんだっけが来てて、なっちゃんと行こうと、1日目当日券があったから、2日あって2 days あって、1日目普通に当日券あったから、え、行くってなって、そう、え、でもまあ2日あるけん明日でいいやんと思って、2日目行こうとしたら、2日目は当日券がなくて行けなかった。1日目当日券があったから、じゃあ明日でいいやってなって、明日行こうってなって、でも2日目は当日券がなかったから行ってないです。そう、でもその感じでマカロニえんぴつさんのは行きました。当日券があったから、なんかあんま詳しくなかったんだけど、マカロニえんぴつさんはなっちゃんと行きましたね。当日券があったので、1時間前ぐらいに買って、なんか初めて行った。なんかさ、みんな知ってるじゃん、あれバンドになるんかな、違うか、バンドか、バンドだ。初めて行きました、バンド系。みんななんかね、手やってるの。どっちが座ったの？なんか街に遊びに行ってたら、そのマカロニえんぴつさんのタオルとか T シャツを着てる人がいて、え、なんか今日あるんじゃないって調べて、あってみたいな。だから本当に、そう、簡単に行けるところにあるかなって感じ。全然知らんくてもちょっと行ってみるかみたいなノリです。どっちがファンとかでもない。そう、ただ街にその日遊びに行ってて、ライブ T シャツとか着てる人見て、あれ今日誰か来てるのってなって調べて、まだ行けるよみたいな感じ。そんな感じ。そう、だからマカロニえんぴつさんは何でもないやとかだっけ。何でもないよ、何でもないよ。2、3曲しか分かんなかったけど、でもそれを機にちょっとハマったもん。それを機に知った曲ね。な、意外と言ってみたら好きになったりするから、曲をね、それ言ったのがきっかけでハマって聴いたりする。そう、知らなく、全然知らなかったけど、 2、3曲ぐらいしか知らなかった、瀬戸里の中でね。だから STU もその感じでさ、あれ STU とかあるんだみたいな、行ってみてそっからハマるっていうパターン。
知らんくても行ったらなんかハマるんですよ絶対。楽しかったなーっていう要因とかで。楽しいですよねライブとかって、いっぱい行きたい。なんでも6月にクワトロに家入レオさん来るんですよ。ちょっと気になってるけど、それも当日券があればって感じだね。休みかどうかも分かんない。そうだからクワトロのあの予定を見るんですよ。なんか行きたいやつあるかなみたいな。ゆずさんとかも来てたね、広島。ゆずさん、広島いろんな歌詞が来てる。羨ましいね、マジで都会だと思います。知らない曲でも盛り上がれるのすごい。え、なんかライブの感じが楽しいじゃん。しかもそのアーティストさんとか歌さ素晴らしいから聴くだけでも楽しい。当日券って割高なの？ね、だからその地元の人からしたら当日券結構ありがたい。仕事終わったし行くかとかもなれるじゃん。地元。あ、そうなんだ。知らなかった。でもギリギリまで予定がわからないとかの人にはめっちゃ助かる当日券。キチネさんタコありがとうございます。あ、そうなんだ、高いんだ、知らなかった。まあまあ、逆にみんなは STU 以外のライブ行ったりするの？アイドル以外、バンドとかそういうアーティストさん。家入さん11月。へえ、クワトロも来るよね。行かないか。でもちょっと名前が知ってるさ方とかだったらさ、ちょっと名前が知ってるバンドとかなら、え、和楽器バンド行きます？めっちゃ羨ましい。めっちゃ好き和楽器バンド。ヒゲダンさんか。へー、アイドル以外にね、だって知ってるも別に言ってる、言ってるでしょ。アイドルは言ってるでしょ。逆にだからそういうバンドさんとか、長渕剛さん、アイドル以外も行きます？嘘、何行くの？アイドル以外、
バンドフェスとかなんかあるじゃん、夏に香川とかであるよね。冬ぐらいにグリーンアリーナでバンドフェスあったんですよ。けど仕事と一緒かぶってた。グリーンアリーナでバンドフェスあった。スリーデイズぐらい。あ、6月ですよね。6月18日、あ、日曜日。うん、稲妻ロック、ロック系、ロックバンド。ウーバーワールドさん、ウーバーワールドさん、どんな曲だっけ。すぐすぐ、ね、なんか何があるんだろうって見るの楽しいよね。その地元広島だったらさ、意外とどこでも行けるからさ、グリーンアリーナとかクワトロとか、あと HBG ホールとか、だいたいその辺ですよね。その辺ね、調べてみようと。クラブクワトロイベント予定。クラブクワトロ、あ、家入亮さん6月22になってる。22、あ、 STU あるって思った。そりゃそうか、6月8日。29課外活動。29はチャーミングトリップ。山本さやかさん来る7月2日。すごくない？クラブクワトロ。アステール、そうね、広島だったら結構どこでも行けるかも。さや姉さん来るね、すごっ。7月2日。え、クワトロで見れるってことでしょ。すごい。近く。家入さんは22日だ。6月25は一般販売になってる。なんだ、開いてるのか。こんばんは。さや姉さんは7月2日です。7月2日、だからね、その近くに STU の公演があったら残ろうって、残ってみれるけどね。7月日曜でしょ、2日って。だから1日に花垂れとかあったらそのまま広島に残れる。
土日。こんばんは。4000人ジャストだ。ね、これこうやって調べるの楽しい。あ、誰々さん来るのかみたいな。どこのサイト見てるの？うん、普通にクラブクワトロさん。の予定。HBG ホール。あ、あいみょんさん来る。7月4日。行きたい。ディッシュさん。ディッシュさんって猫の。すごい。6月24日。ダメだ。ジュジュさんとかも来る。え、あいみょんさんのライブ行きたいね。ツアーじゃないこれ。確か愛媛でもあるよね。ね、すごいよね。ユーリさん。ディッシュさん。島次郎コンサート。ザッポーウィズ。あいみょんさんのライブめっちゃ行きたいな。7月8日？7月8日って何？あいみょんさんは7月4日と7日。まあでもレッスンそうだな、火曜と金曜は。ツアーのてかなさそう。あるんかな。平日ならワンチャン当日券あるんですよ。平日仕事とか学校とかあるから広島に遠征来れないっていう他県の方とかがいるから、広島は当日券、平日だったら当日券ある。火曜と金曜ありそう。こんな土平日に、火曜にさ来づらいじゃん県外の方。次休みとか、休み取らないと。だからあったりするんですよ当日券が。デッシュさん行きたい。猫の方ですよね。猫の。へえ、すごいね。めっちゃいろんな方来るじゃん。猫歌ってる方。猫になったんだ。ディッシュさん猫って感じ、イメージ。めっちゃ有名じゃない？自分すごいです。いつだったっけ。ちょっと一応、あ、24か。ダメじゃん、お話し会だよ。これはダメだ。24日お話し会だよ。愛媛にいた時東京までライブ行ったことはない。大阪しかないです。遠いんだもん東京。夜も無理です、大阪なんで。お話し会いつものオンラインなら朝だったらいけるけど、
24日はリアルですよ。大阪です。愛媛から夜行バス出てますか？東京ですか？出てるよ。でも夜行バスは多分めっちゃかかる。12時間ぐらいかかると思う、愛媛からだと。こんばんは。学生の頃大阪に憧れ、別になかったよ。私は愛媛好きなので特に他県に憧れを持ったことはないです。出たいとも思わなかったから全く、その都会の大学とかも視野に入れてない。12時間ぐらいかかるよ、愛媛東京は。めっちゃ遠いよ。こんばんは。なんか足がむくむよね、夜行バスって。周りにも愛媛好き多かった。そうですね、愛媛の人はなんか別になんか愛媛に結構満足してる感じが。地元になんか今就職して地元に帰ってきてる子も多いし、今社会人1年目の代なのでちょうど地元で働きに帰ってくれてる。実際英子さんも愛媛帰りましたし愛媛帰る子多いかも。夜行バスは怖くて眠れない。え、どういう怖さ？安全に行けるかみたいな。県外から愛媛に。私のね、友達とか愛媛いる子多いですね。生まれ育ったところがいいんだねってね。私も愛媛、将来的には愛媛に戻りたい。でも東京に数年だけ住みたいなってのもあるけど、数年だけ2年3年、まあ東京に数年だけ住みたいけど、もう大人になったら絶対愛媛に帰る。でもそんなね、人生思うようにいかないからね。東京に住みたいと思ってもなかなか実現するの難しい。だからもう妥協していかなきゃいけない。なかなかね、そんな叶うもんじゃないから、諦めないし。埼玉まで妥協する？いや埼玉は別にいいや。ちょっと東京の都会に住んでみたいなと思うけど、なかなか難しいからね、そんな簡単に。仕事ないと。そうね、でもまあ仕事なくても2年3年ぐらい住みたい。普通にそこで仕事を探すんじゃなく
人生経験みたいな。そう、数年だけ。一人空いてるから来るって。いいね。そうだけどお金が飛んでいく。いやそれはそうなんだけど、何かそうよ、何か働きつつ、そんなそこでもう安定した職を見つけるんじゃなく、そこはもう数年しかいないから、とりあえず軽く働きつつ、そのなんだろう、東京に住みたいのは仕事メインじゃなくて普通にちょっと都会に住みたいという私の憧れっていうかね、まあ別に1年でもいいんですよ、だからとりあえずちょっと住んでみたいみたいなね、1年ぐらい東京に住んでみたい、最低。初見です、こんばんは。ゆきりかの生誕グッズ、生誕ティーはあるんですけど、生誕グッズはないですね。生誕 T シャツはもう終わった。1年住んだらどれだけお金が飛んでいく、もうお金は気にしないんですよ、その遊ぶ1年みたいな。だからこの仕事を終えて、なんか人生の自由時間みたいな、そのだからもう愛媛向かったら仕事する、長期夏休みみたいな、働きつつ軽く。っていうのがいいなって思うけど、まあそんなうまくいかないので、多分東京に住むことはないと思いますね。そう、今年の T シャツ終わっちゃった。海外もね、すごい憧れあるけど、喋れないから、そんな。1年東京にいたけど、3ヶ月で飽きた。早っ。1年ぐらい、ちょっとなんか、楽しみたい。ちょっと1年。働きつつニートではなく、いつ頃 T シャツ届くのかなって。6月中旬とかだったっけ。ニートじゃないですよ、何かしつつですよ。東京で毎日暇じゃん。友達もいないし、スタバとか合格しそう、詳しいですからね。え、そのバイトとかはしたいんですけど、まあそんなうまくいかないですよ。そんなうまくいかないから、ちょっと諦めることも必要なので、
あ、それはもう別に諦めろって言ったら諦めれる。諦めろ。こんばんは。1年 YouTuber は無理だよ。ね、メロンそろそろ冷えたと思う。でも意外とさ、東京に出る若者って多いじゃないですか。空花さんとか矢野さんとかも都会に出てますし。丸ごと1個食べたらお腹壊せないね。1個は食べ過ぎだからね。半分ちゃんと目的ないとやっていく。だまだ目標がないだけで、目標ができてしまったら、だって今まだ仕事あるのに、私に目標ができたら終わっちゃうじゃん。今これをやりたいっていう、まだ見つかってないだけで。丸ごとペロ。今やりたいことがあったらダメだよ。逆に東京に行ってこれするんだっていう夢が今あったら、まだないけど多分できる。東京にいる友達もいるよ。ディズニー行った子、その子はでも東京に就職したいって言ってたから、その子はずっと永遠にいる。M ちゃん、そうです。 M ちゃんはずっと東京いますね。こんばんは。30歳でもまだ30歳までいてる人がいないじゃん。誰か30歳まで一人いたらね、30歳までいるのが普通になるけど、まだいないから。そう、現実的ではない。あと8年もあるんだよ。STU はそう、まだ一人もいないから現実的なあれじゃないですよ。30歳っていうのは今一番上の方でも26とかだからあと4年ありますし、一番上の年上の方26、今年現実的じゃないです。しかも AKB さんですらそのユキリンさんとかさ、そもそもその30歳まで
そのいらっしゃる方が素晴らしいんです。なかなかないですよ、なかなかですよ。27に見えてしまう私、マジ初めて言われた。今まで言われた、見えるって言われた年齢で一番上だ。その30までやられる方がまずそもそもなんか一般ね、 AKB さんですらたくさんアイドル100人とかいたじゃん今まで。いないかも。18人、それは若いけど、でもたまにね10代って言われることはたまにある。19とか言うても19だけど、ギリまだ19、すっぴんとかだったら。19、20、21ぐらいですね。そう、どちらかといえば童顔なんですよ。そう、なんか顔の肉がついてる方が童顔に見えるらしい。頬肉若く見えるらしい。こけてきたら老けて見えるみたいな。私は結構どちらかといえば童顔です。大人っぽい顔というよりは。そう、頬肉は若い子の特権らしいんですよ。年を取るにつれてなくなるらしくて。そうだから、ここは年をつれるにつれてなくなる部分だから、若い証拠だから大切にしないとってよく聞きます。私がここの肉がいらないですってメイクさんとかに言っても、それは若いからだよ、だから取ってしまったらもったいないって大人の方たちは言います。ね、年を取るにつれてここの肉なくなってくらしい、こけてくらしい。けど私の家庭は、私の親たちは年取ってるけどあるので、多分なくなんない。私のもうこれは代々の遺伝なので。ばあちゃんですらあるから、ほっぺ、ばあちゃん投げほっぺできます。ばあちゃんも頬肉は、お父さんはないですよ。母方の家庭ですね。お父さんは母とは血はつながってないから違います。服部さん、かわいいギフトありがとうございます。母方です。男性はないかもね。でも弟はないや。こんばんは。でも私の母もある。ここのね、ペコちゃんの部分です。ペコちゃん、まあでもね、その母もここの肉があるから若く見えますね、年齢的に。年齢より顔の肉がこけるほどね老けて見えるから、肉がここについてれば若く見えるので。ね、いつか33歳とかになった時に20代に見られたいですもん。35歳とかでも
30代になっても20代に見られたいので若い顔、若顔作り。ね、努力次第ですよね。結構芸能人の方とかさ、若く見えるじゃん。だから綺麗なまま年を取っていくっていうか、普通に30とかでも20代に見えるし、努力ですよね。適当でいいや、何でもいいやって思い始めたらダメになっていきそう。こんばんは。旅人デラックスさん、ハートありがとうございます。ね、芸能人さんすごい。若くいたいです、22歳より。若くいたいからね、ちょっとね。いや十分若いですよ、まだ若い。でも今後も若くありたい、30歳とかになっても。30歳もまだ若いか。こんばんは。おばさんになってもね、私がおばさんになっても、こんばんは。Thank you for your handハードウォークでトゥデイ。なんで英語なの？ね、森高さんめっちゃ綺麗ですよね。30代になってコスプレしてくださいって。珍しくない？30歳でコスプレ。あれ今聞くとすごい歌、私好きですよ。私がおばさんになっても。需要ある？え？マジ？結構いる？マジ？見られてるんですね、じゃあそういうの。私のとこには情報ない、ないですよ。そんな30歳のコスプレ、嘘。ね、森高さん最近あのテレビで見たけど全然変わってないね、音楽番組。30代コスプレイヤー、へえ、全然コスプレイヤーとか見ないからな。そうなんだ、イメージないや。30歳、そうなんだ。その森高さんの音楽番組のツイッターのリプに全然泳ぎに連れてくよってあって、
で、ゆきりんさんでもまだ30代前半じゃないですか。衣装、でも一般の方のその30歳のコスプレっていうの想像で全然つかない。だって母とかがさやってるってことでさ。こんばんは。なんかツイッターのリプとかってなんかすごい面白い方いるから面白い見てて。うまい、うまいっていうコメントが多い。全然泳ぎに連れてくよって書いてあって、歌の歌詞コスプレイヤーマジで見んけんな、全然わからんやん。STU とか以外のコスプレしてる人を見ない。そう、私がボサになっても泳ぎに連れてってくれるみたいな歌詞があるんですよ。それのこと今。コスプレ、そうね、イベントもないしね。そうですね、なんならメイドさんとかもいないですし、そんなコスプレは。全然見ない。ハロウィンのイベントとかも行ったことないし、 STU でしか見ないです。メンバーのコスプレしか見ない。コスプレ祭りね、あるよね。コスプレ写真撮るコスプレ祭りみたいな、あるある。ハロウィンのやつも行ったことない。愛媛そんなないですから、ハロウィンパーティー。東京とか仮装してさハロウィンするじゃん。危ないから行かないでほしい。私でも人混みが苦手なんですよ。人混みが嫌いなんです。人混みと騒がしいのが嫌いというダブルパンツなので、行きたいと全く思わない。こんばんはね。とうかさんですらもう人多くて、祭りは好きだけど愛媛の祭りはそんな人いないから超行きやすい。あの押し合って歩くのとかは無理です。ね、とうかさん多いよね。去年行ってそうわーってなったので。愛媛は全然そんな人多くても押し合いとかないし、全然電車乗れるし、松山の花火大会とかでも屋台も全然並んでも5人ぐらい。松山の花火イベントとか結構大きいはずなのに、都会に比べたらやっぱ少ないです。余裕で道路歩ける。
人数が少ないですからね、そもそもの。フライパン持ってる写真が特に好きです。フライパン持ってる写真初めて言われた、それ好きって。おうちデート感です。トシピーさん、ハートありがとうございます。松山の花火イベント結構大きいですけど、まあ土地も広いんですよ、田舎なんで。すんごい屋台のだから土地も広いし、見るところも広いので結構空いてますね。人混みになったりはしない。キッチンの写真置き、キッチンの写真置きですか。私はあのアヒルボートだけの中の写真が好きです。あの巨大のフォーク、え、2本しかないやつ見たんよ、それ言われて。あの2本フォークみたいな2本のやつ、2本刺すとこが、あー、あれなんだろうね、あれチキンとか刺すんじゃない、歯って2本歯があるやつでしょ。彼女感、あのアヒルボートのやつ彼女感あると思う。デート感、そうアヒルボート、アヒルボートの隣に乗った目線ですよあれ。自分はアグラのやつ、それめっちゃ言われる、アグラのやつ。こんばんは。どこなんだろうっていう目線で見てます？あの場所行きたいですか？アヒルボート乗ります？一人で。誰が一人だって。こんばんは。でもデートスポットにはめっちゃいいと思いますよ。なんでという、いや、ツッコミ待ちです。ツッコミ待ち。めっちゃデートスポットって感じだよ。アヒルボートも2人だし、そうアイスもあったし、アイスデザート食べれるところ、アイスとかグレープはなかったかな、パフェとか食べれるし、そのエアホッケー、ちっちゃいゲームセンターもありますし、景色も綺麗で、春は桜も咲いてます。アヒルボートちゃんと乗ってみたいな、遠くまで。撮影だったから本当に入り口で写真撮ったぐらいなんで、ちょっと乗って湖をさ、乗って湖走ってですね。誰が一緒に乗ったのってカメラマンさんですよ、二人乗りなんで。カメラマンさんじゃなかったら誰が撮るのってなるじゃん。カメラマンさんしかいないです。あの写真があるのはカメラマンさんと乗ったから。キツネさん、アジサイありがとうございます。でも狭いんですよアヒルボート、だから大変そうだった。
隣に座ったら距離近いから顔アップとかになるからめっちゃ引いてこんな感じで撮ってくれたカメラマンさん。今日距離近いからさこの距離で撮れないじゃん、私ここにいたらさここみたいな撮影ここみたいになるからこうやってめっちゃ引いてギリギリまで結構近いからそうはいみたいな感じで撮ってくれました。ただ横向いたらここみたいになるから写真がゆきりかのほっぺそう落ちそうやばいやばい、それは面白いけど楽しそう。ジェットコースター、へえ、ジェットコースターのカメラマンさんすごいよね。なんであんな無心で後ろ向いてさカメラ持って乗れるんだろうって思う。カメラマンさんさジェットコースターの後ろ向いてるじゃんこうやって。あのメンバー、あのその芸能人さんの顔を撮らなきゃいけないからカメラマンさんが前に乗ってそのメンバーが後ろに乗ってカメラマンさん後ろを向いてそうこうやって持って見てるじゃん。叫ばないし声入るから無言でさ後ろ向いた状態で落ちていくんですよ。すごくない？そう、 GoPro はここにつけてるよね。あの今回と前回の桜坂さんの番組が遊園地で前回ジェットコースターだったんですけど前にカメラマンさんが乗ってこうやって撮ってた。メンバーは GoPro ここにで表情は前にカメラマンさん。 GoPro だけじゃちゃんとした映像が撮れないから前にカメラマンさん乗ってるんですよ。そうちゃんとした2人の図を撮るみたいな。で後ろ向きのカメラ持ちながら乗ってて前見えないのにめっちゃ怖いじゃんと思って。戦慄迷宮でも悲鳴を上げないカメラマンさんね。桜坂さんのやつ そこ咲くね。カメラマンさん2人がさこうやって後ろ向いてさ撮ってたよね。だからすごいって。だからカメラマンさんの中でも絶叫系いける人っていう部類があるわけじゃん。遊園地に適したすごい。ただの絶叫系得意とかじゃなくても完全な得意じゃないとあんな無言で後ろ向いて乗れない。お化け屋敷のカメラはでも事前に把握してそう、ここは出てくるからみたいな事前に知ってたらここ出てくるからメンバーの表情を抑えるみたいな。事前に言われてそうだからお化け屋敷はまあ確かにあのカメラ重いしね。確かにSTU もお化け屋敷やってほしい。夏にいいよね。怖がってるアイドルは可愛い。怖がれるかな。カメラマンやろうかな。お化け屋敷最近 AKB さんがさ24時間配信みたいなことをやられてて泊まりの思い出した。あの STU の24時間配信を。私ジェットコースター無理です。お化け屋敷は行きます。
STU はないですね。なかなかあったとしてもそのイモースさんとかです、6人とか結局誰もバンジーやらなかったしね。サラピは多分お化け苦手。24時間 AKB さんが最近やってて17期生18期生2個。お化け屋敷でお化けにお疲れ様って言ってそう。逆に面白いけどね、そういう人でも一人ぐらいなら絵になる。まだバンジーとか苦手な子は苦手だからね。ね。バンジーあるってなった時にみんな嫌がってたもん。2期生。結局誰もなかったけど。田中美穂とかもバンジーさせられるぐらいならやめるみたいなレベルで。嫌がってた今だから。サラピなんか悩んでるみたい。へえ、珍しくない？いや、それも卒業じゃないですよ。回ってこなかったから。それはあの2期生の昇格企画でバンジーやるってなった時にメンバー誰だろうって時に言ってただけで。でも確かにね、苦手な子からしたらさ、それをしにね、なったわけじゃないし、それがあると。ケロさんとか意外と肝が座ってそうでつまらなそう。お化け屋敷、お化け屋敷静かそうだよね、ケロさん。今日のサラピさん配信は何？何っぽかった？何？でもケロさんもね、もともと絶叫系無理って言ってて。バンジーと滝行ならどっちがいい？滝行に決まってます、それ。私は途中で追い出されました。安定ですね。これが毎日さ、そのブロックとかしても1日で治ってくるからさ、意味ないよね。嫌なことを言われてさ、ブロックしてるのに1日で来られたらさ、解除されたらさ、毎日しなきゃいけない。3回目はもう3日とか、4回目は1週間、もう誤解されたら永遠ダメみたいにしないと。こんばんは。ヒット祈願とかないですね。ね、嫌なことをされ言われたりしたり荒らされたりするからされるから、なのに24時間で戻るんですよ。そうだからね、甘いです。甘々だから3回目は1週間、4回目は1ヶ月、5回目は永久です。しないと、ね、意味ない。毎日配信してるとね、解除番号間違えた iPhone みたいにね。そうそう。あと5分ですね。今日はずっと喋ってた気する。鼻歌ほぼゼロ。会話がめっちゃ会話した気する。今日生誕祭行きたいのに夏のツアーは我慢するのだ。
でも1回ぐらいいいんじゃない夏のツアー。どこが近いの？今日はめっちゃ喋った、めっちゃ会話しました。そう、ヤンマガさん見てください。アクセス数大事なので、朝と夜、朝昼夜毎日見てください。明日雨なんかな、どうなんだろう。寝る前に見よう、寝る前に。それきりのクリックしてます。やったー。寝る前に見たら夢に出てくるかもしれませんよ。寝る前に考えたこととかが夢に出るので、なので、そう、同じ PC でも意味あるっぽいです、調べたら。だからアヒルボートの写真見てたら、アヒルボートデートしてる夢かもしれない。ね、アヒルボートデートの夢見れるかもしれません。湖に落ちる、そう、後ろに引きすぎて湖に落ちる、私が笑ってるボートの上で、そんな風景もあるかもしれません。でも結構さ、寝る前に考えたことが夢になったりするよ。よし、あと3分だから壇上読みます。13位アキアンさん、12位ハルユメさん、11位コロンさん、10位ジャクソンさん、9位コーヒーさん、8位ドンちゃん、7位ロボリンさん、6位理化学研究所さん、5位ハイパーさん、4位坂道ファンクラブさん、3位ヤスルパンさん、2位ヤスベイさん、1位ハットリさん、ありがとうございました。あ、とりあえず見た、優しいじゃん。よかったら友情の方もせっかくなので見てください。有料ですが。今日もありがとうございました、ありがとうございました。明日火曜日だ。キリカンでヤンマが最高、ありがとうございます。明日は火曜日ですけど、ヤンマが期間中なのでツイートします。後ろにかかってるミートフォークで刺される夢、そういうのもあるかもしれませんね。それから逃げないと。おはようツイッター やります。1週間のアクセス数大事なので、おやすみなさい。あと1分あります。おやすみなさい。そう、明日も見なきゃ。今日も見てください。リンクも貼ってあるので、ここに。また明日です。携帯があんまり熱くならないようになってきた。治ることある？バッテリー、なんでだ。クジラだったっけな。そう、アヒル、クジラとアヒルがいたっけ。ってことで、おやすみ。おやー。